闘機開発で気になるのがジェットエンジン開発になりますよね。やはり主導権がロールスロイス社になるとの情報をキャッチしました。今回は次期 XF9 エンジン開発と F3 戦闘機開発を詳しく見ていきますね。日英英での共同開発は今後 F4、F5 戦闘機開発に必要な共同開発です。2022年12月初旬に日本、イギリス、イタリアの3カ国が GCAP、グローバルコンバットエアープログラムを共同で行うことを正式発表してからこの2023年5月で、早5ヶ月を迎え、その動向に注目が集まっている。GCAP、グローバルコンバットエアープログラムについては、日本、イギリス、イタリアの各々の政府が、その開始を大々的に報告したものの、その後の動きについては、正直に言えば、報道自体は、決して多くはない。そうした中で、数少ない GCAP、グローバルコンバットエアープログラム関連の報道として思い起こされるのは、2023年3月に、千葉の幕張メッセで開催された DSEI Japan 2023における戦闘機自体の模型展示である。この日本最大の防衛関連装備品の見本市とされる DSEI Japan 2023において、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムは、その戦闘機単体のモックアップ模型と短いイメージ映像を展示していた。今回の DSEI Japan 2023で、通算2度目の開催となった本見本市は、開催する場所が、日本という特殊な環境もあって、直接的な攻撃兵器の展示は、行われない形ではあったが、まあ、航空関連中心の軍事省と見さされる。そこで、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムが、その戦闘機単体のモックアップ模型を対展示したということは、いささか気は早いかもしれないが、将来的な他国への輸出を念頭に置いていることの証左だろう。ここで、戦闘機単体という記述を用いたのは、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムは、文字通り、航空戦闘システム全体の開発を担うとされているためで、戦闘機は、その要素の一つに過ぎないと言われているからだ。また、イギリスのロイター等では、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムにまつわる、開発費用の分担に関して、イギリスと日本が 40% ずつ、イタリアが残り、20% を負担するとの報道も一時はなされた。こうした GCAP、グローバルコンバットエアープログラムの費用の分担比率については、各国政府は、公に、この記事の内容を認めておらず、切れも含めて今後詰めていくと否定しており、ことに最も少ないとされたイタリアの否定が顕著に見えた。まあ、膨大な開発費を投じて進められていく GCAP、グローバルコンバットエアープログラムだけに、自国が、その開発の主導権を握れないかもしれないと受け取られかねない情報に関しては、慎重な姿勢を崩せないのだろう。そうした状況下で、2023年3月中旬には、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムにおいて、日本の IHI 社、イタリアのアビオエアロ社とともに、その機関部の開発に参画するロールスロイス社から、新たな情報がもたらされた。これは、ロールスロイス社で、防衛事業開発、及び、将来プログラムを担当する重役のアレックス・ジノ氏が、取材に答えたもので、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムの前身のテンペスト計画の機関部について述べたものだ。そこでは、テンペスト計画用に、技術の実証用に準備された機関部は、それが搭載される戦闘機本体の推進力を担うことは当然として、2機が搭載されるその機関部は、
最大で 1000kW に及ぶ発電量を実現すると述べている。これは、現在のイギリスが採用しているユーロファイタータイフーンに対し、同じく2機が搭載されたロールス・ロイス社製製の機関部のユーロジェット EJ200 と比して、およそ5倍もの発電量にも相当し、その分野に自信を覗かせていることは間違いない。今後の戦闘機の機関部は、搭載するアビオニクス類や各種の兵装として実装されるであろう、兵器類への大電流の供給を満たす必要があり、その膨大な発電能力の獲得が、今後の必須の条件として挙げられ始めている。アメリカも、現行のいわゆる第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2について、今後自国分に換装する機関部の選定を進めているが、現行のプラット&ホイットニー社製の F135 の改良型にせよ、新型にせよ、発電能力には重きを置いている。GCAP、グローバルコンバットエアープログラムにおいては、日本側では、機関部の担当としては、前述のように IHI 社が参画をしているが、そこで期待されていたのは、同社が2018年に試作機として防衛装備庁に納入した XF91 の存在である。IHI 社製の戦闘機用の機関部の試作機である XF91 は2018年6月の納入後、2020年7月までのおよそ2年に及ぶ期間にわたって各種の地上でのテストが行われ、推力はアフターバーナーを使用した最大時で15トンを記録している。この XF91 の推力15トンという数値やタービン入り口付近の温度で1800度まで耐えうる能力は、試作機とはいえ、現行の第4世代戦闘機に搭載されている1000級の機関部の性能と互角以上であり、当時も非常に大きな期待を集めた。また、XF91 は、発電能力に関しても、新たに開発されたスタータジェネレータを用いることで、1機あたり 180kW の発電量を確保しており、2機の搭載ならば、倍の 360kW に相当し、将来的な新型戦闘機の需要にも応え得るとされてきた。しかし、今回のロールス・ロイス社のテンペスト用の技術の実証用に準備された機関部は、前述した通り、実に2機で 1000kW を達成しているといい、実に当時の XF91 の3倍に近い発電能力を有していることになる。ここまでの発電能力の差を突きつけられると、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムにおける機関部の開発についても、正直なところ、ロールス・ロイス社が、その開発の主導権を握ることは、避けられないようにも感じてしまう。現在の GCAP、グローバルコンバットエアープログラムは、来年2024年に向けて、基本設計と各国の参画企業が、いかなる部分の担当を担うのかが決められていく、重要な段階の渦中にあると考えられている。日本の防衛装備庁側では、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムで、自国が担当を担いたい部分として、機体本体部分、機関部、レーダーセンサ類という項目を挙げており、いずれも重要な領域である。機体本体部分とは、現行の F2 戦闘機でも、三菱重工業者が担ってきたもので、カーボン繊維等を使用した複合材を用い、これを接着で組み上げて、金属部品を削減することによって、大幅な軽量化を実現しようとするものだ。そして、機関部では、言うまでも、なく IHI 社が試作した XF91 をベースに置いており、国産の戦闘機の機関部として、日本の積年の悲願を、ここで形にしたいというものだが、ロールス・ロイス社と争うのは、実際には、かなり厳しい様相を呈している。
最後のレーダーセンサ類は、日本では、三菱電機社が担当する分野になるが、こちらも現行の F2 戦闘機でも培ってきた部分だけに、なんとか主導権を日本が握りたいとの考えを、防衛装備庁ではにじませている。今回のテーマである、戦闘機用の試作の機関部である、XF91 を有する IHI 社だが、この分野では、現行の F2 戦闘機では、アメリカのジェネラルエレクリック社の F110 や、F15J イーグルのプラット&ホイットニー社の F100 をライセンス生産している。そのため、こうしたアメリカのジェネラルエレクリック社やプラット&ホイットニー社との協業は、IHI 社も、経験を積んで流行るが、ロールス・ロイス社との協業は、近年は同社にとって未知数であり、そこを危惧する声も一部にはある。